ドーリーウィンクファッションショーもものすごく人気がありましたですよね。大好評のドーリーウィンクですが、なんとこの後から新ラインナップが登場いたします。本日はいち早くドーリーウィンクの新ラインナップの情報をお伝えしようと思いますが、せっかくですから直接翼ちゃんに教えてもらいたいですよね。ということで登場してもらいましょう。ドーリーウィンクプロデューサーの益若翼ちゃんです。どうぞ。はい、改めて翼ちゃんに拍手。さあ、まずは大好評のドーリーウィンク最新情報を教えていただけるということでお願いします。はい、というわけでですね、7月にですね、ドーリーウィンクから新しくネイルが発売したんですけど、はい、ベースコートとトップコート以外にもあとカラーが全部で14色ありまして、その16色展開で今やってるんですけど、私も毎日今日もつけてるんですけど、これはピンクは実はこれ一度塗りだけなんですね。で1回塗っただけで結構発色が良くて、でこっちの方はちょっと発色が難しいので2回ぐらい塗ってるんですけど、それでも結構な持ちが良くて発色もいいのでおすすめです。はい、今日はブースでは、はい、1本のネイルアートを1本やってくれるそうですね、はい、そうですね、私もさっき実は遊びに行ったんですけど、はい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 、まんまともみくちゃになって帰ってきました。向こうはね、はい、ですごい人だからね、はい、ツイッターにももみくちゃなうって書いてました。そうなんですよね、皆さん1本ずつやっていて、パープルとかキャンディーピンクっていう可愛らしいピンクが結構人気みたいで、はい、やってました。ぜひブースでやってみてください。はい、で秋にはドーリーウィンクの新ラインナップが加わるそうですが、これはどういうことですか？はい、実はですね、今アイシャドウとマスカラもプロデュースしていてですね、10月11月ぐらいには発売したいなって思ってるんですけど、うん、はい、マスカラとアイシャドウが発売が決定ということで、新ラインナップのマスカラとアイシャドウどんな商品になるのか、この会場にいる皆さんだけにちょっとだけ、まあ、こだわりであるとかどういう商品になるのかっていうのを教えてもらっていいですか？はい、ですね、マスカラの方はセパレートでよく伸びるタイプでお湯で落ちるマスカラ でボリュームの方は、まあ、しっかり、コーティングされてボリュームが出たまつげが上がるような感じで、つけまつげの派でも OK ですし、マスカラ派の人もすごい綺麗にセパレートで伸びるように今作ってます。あとですね、シャドウの方は、はいはい、今日も私もブラウン使ってるんですけど、ブラウンとあとはグレーとか青とかなんですけど、結構パキッと発色がする感じで、グレーにはネオンピンクが差し色で入っていたりとかして、カラフルな目元をしてほしいなって思って、お得な感じで一つのパレットに4色入ってます。これが10月か11月ぐらいに発売される予定ということで、はい、で今日はこの会場のためだけ特別に、はい、途中段階ではありますがパッケージがちょっとあるみたいなので、はい、ちょっと見てみましょうか。はい、お願いします。どうぞどうぞ。はい、こちらでございます。はい、こちらはですね、まだ写真の方は実は撮影をしてないので仮なんですけど、カッコ仮で、はい、マスカラの方とかは見て分かる通り結構ショッキングピンクとパープルですごいバキッと目立つような、もうパッケージも容器もすごい可愛い感じで今作ってます。こちらも今作っている最中ということなので、はい、作っている最中ということで、完成が楽しみです。はい、あともう一つ、私から2つ目のサプライズと言いますか、また来た、何ですか、はい、今回はさっきつけまつげが生産間に合わなくてなかなか手に入らなくてごめんなさいって言ってることなんですけど、はい、ちょっと見つかりました今。おお、はい、ちょっと見つかったから、はい、ちょっと受け取ってもらっていいですか？突然のプレゼントタイムということになりましたね、はいはい、でもあんまりもうぐちゃってなっちゃうと怪我しないでね、私代々木体育に怒られちゃうんで。はい、あまりね、あんまりね、詰めすぎず、翼ちゃん頑張って遠くに投げてあげてね。あーよー、はい、はい、サプライズプレゼント、はい、サプライズ、はい、プレゼントを、はい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 、いきましたね、はい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 、
はい、はい、怪我しないでくださいね、はい、怪我しないでね、はいはいはい、押しすぎないでくださいね、はい、こっちもこっちも、はい、はい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 、行きましょう。本当にね、生産が追いつかないんですけど、はい、なんとか見つけて あと1個1番、お、最後誰に行くかな。これ一番買えないらしいんです。はい、お、結構飛んだ。はい、はい、ありがとう。ゲットできた皆さん、はい、よくできました。ラッキーですね、なかなか手に入らないということですが、取れました皆さん。今日、はい、翼ちゃんからの2つ目のサプライズでございました、はい、ありがとうございます。1個目何のサプライズか忘れちゃったんですけど、ドーン、はい、あ、ドーンだ、ね、ということで、ドリームウィンクの新商品情報はウェブサイトで今後アップしていくようなので随時チェックしてください。はい、はい、そうです。あとミクシーとツイッターでも随時更新しているので、はいはい、こちらの方もぜひアクセスよろしくです。はい、お願いします。そしてもう一つお知らせがあります。翼、はい、ちゃんといえばポップシスターモデルですが、なんとポップシスターモデルのオーディションを開催することになりました。で、応募方法は8月17日発売のポップシスター10月号をご覧ください。はい、このオーディションでは翼ちゃんは特別審査委員長ということですが、はい、どういう基準で選んでいく感じですか。そうですね、あのでもやっぱポップシスターは結構20代からまあ30代ぐらいまでの幅広い感じで集めてるんですけど、あの、まあ、おしゃれが大好きで、あの、まあ、そういうメイクとかもファッションがすごい大好きって、個性的っていう子が来てほしいなって、可愛ければいいっていうよりも、うん、私にしかないものが持っているとか、そういう人が来てくれたら楽しくなるなって思ってるので、はい、待ってますよ。エントリーしてほしいですね。皆さん待ってますよ、応募。そして、ポップシスターオーディションで見事グランプリになると、翼ちゃんと同じ事務所のエイジアプロモーションに所属になるようなので、これはもうね、ぜひ応募していただきたいです。そこはまあね、どうでもいいですよね、皆さん。そこはね、おまけ、まあまあまあ、おまけという感じでね。まあ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 、でも所属が一緒っていうのは嬉しいですからね。まあ、嬉しい。で、会場の中にも本当に今初めて知ってね、はい、これちょっとやっちゃおうと思ってる人もいると思うので、目指したい子、ね、トライしたい、見たい子、最後にじゃあ翼ちゃんから一言お願いいたします。はい、もうそうですね、私なんてできないとか結構ね皆さん言うと思うんですけど、本当そんなことないと思うので、ここにね来れてでだけでもおしゃれには絶対大好きな子たちばっかりなので、ぜひぜひあのポップシスターのオーディションも受けていただいて、一緒にあのできたばかりのシスターを盛り上げていってほしいなって思うので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。翼ちゃんでした。はい、またねー。